ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。最近よく思うんですけどですね、日本のこういろんな議論を聞いておりますと、この日本の常識と世界の常識が非常に大きく違うにもかかわらず、それはあまり議論せずにですね、日本の常識が世界の常識と同じであると、まあ、いうことが前提で、まあ、議論してたりですね、噛み合わなかったりしておりますので、まあ、そこのところ少し最近よく考えておりまして、ちょっと短いシリーズを少しやりたいと思っております。まあ、第1回は心ですね。例えば、10万人あたりの、その、殺人件数というのはですね、まあ、日本はほぼ世界一低いんですね。まあ、これに対して、例えば、皆さん多くの人が尊敬しているアメリカとか、まあ、イギリスですね。まあ、見習ってる、文化を見習ってるっていうかですね。それは日本の、まあ、約10倍ぐらいあるんですね。イギリスちょっと少ないですけど、それでも数倍以上あるんですね。文化というのの一番大切なことは安全に暮らせるってことですから、殺人が多いような社会が文化が優れてるってことは到底なりませんね。で、それはどうして、イギリスとかアメリカが、これフランス、ドイツみんな取ったって同じようなもんなんですけどね、イタリア取っても同じようなもんなんですが、ヨーロッパ諸国と、まあ、日本と比べると、日本が格段に安全であるか。特に女性の安全という点ではですね、さらに差は開いていると思うんですね。100倍まではいかないっていう感じですが、まあそれに近いぐらいですね、離れていると、まあ、いうことが言えると思うんですね。ですから、これは文明としてっていうか文化と文明と難しいんですけどね、文化として、日本の方が非常に優れていると、まあ、いうことが言えるんじゃないかと思うんですね。じゃあその原因は一体何だろうか。まあ、いうことなんですが、主にはですね、宗教的なことですね、心の作り方って言いますか、まあ、道徳か倫理とかですね、こういったものですね。で、これはもう非常に大きく、まあ、日本とヨーロッパとは違うんですね。まあもちろん中国も中東もそうですけど、宗教を元にしてみんなの道徳が出来上がってる国。まあこれがヨーロッパですね。まあキリスト教ですね。まあ、イギリスもアメリカもキリスト教です。で、キリスト教っていうんで分かるようにですね、まあ、イエス様は大変に偉い方なんですが、イエス様が言われたことを教わって、教わるっていう字ですね、宗教の教。それを信ずる。信教のっていう文句ですね。宗教を教えてもらったことを信ずる。モーセの十戒であるようにですね、何時殺すなかれと教えてもらったので人を殺すのは悪いと。何時盗むなかれと、まあ、言われたので、その教えを信じて人のものを盗まないっていうこういう考え方ですね。で、この教えがあることが前提なんですね。社会に教えがあることが前提。で、日本国憲法っていうのはアメリカ人がまあ作ったもんですし、まあ、日本人があまりきちっと考えてないとでもあって、信教の自由っていうのがですね、憲法20条にまあ定められているわけですね。それで、外国の人はむしろ変なこと言ったり、外国かぶれした日本人をですね、日本は宗教が少し不足してるとか、宗教的考えがないと、こう言っておられますが、しかし結果を見れば、10万人あたりの殺人件数、もちろん盗難件数もそうですし、泥棒の件数もそうなんですが、日本の方が格段に優れてるんですね。なぜかって言いますと、日本は宗教を基本にしてないからなんですね。どうして宗教を基本にしてないか。何が日本人の心を支えてるのかっていうと、まあ、水平軸が日本の自然ですね。山を見て、川を見て、海を見て、狐の有様を見て、稲穂を見て、そして生活をしているわけですね。特に、まあ、日本の古代の人が日本の心の基本を作ったわけですが、そうやって作っていったわけですね。それを見ると、あ、自然というのはみんなで仲良くやっていくんだ。そしてその中には悲しさもあり、苦しさもあるけども、しかしみんなが同じ人間として、もしくは動物としてですね、まあ住んでいくんだと。まあいうような心を作っていくわけですね。まあこれは子供のうち特に子供同士で遊ぶっていうことが大切で、まあ日本人はですね、やっぱり人間の方がちょっと劣ってるから、子供が人間になるまでには、やはり子供同士で、学ぶということで、子供は神の子とこう言ってるわけですね。で、垂直軸がもう一つありまして、それは先祖からずっと受け継いできた文化とか考え方の上で自分が成り立って、まあ、自分の
体も心も祖先から受け継いできている。例えば大体日本人の体っていうのは1万年ぐらい作るのにかかるんですね。その1万年で太陽の光、紫外線による皮膚がんをどうやって防ぐか、それから食べ物がお米と味噌汁とそれから魚で主に構成されていくと、まあ、こういった体をですね日本人として作っていく。そしてそれが今が自分であって、まあ自分はまあ昔だったら人生50年、将来は人生100年でですね、終わってしまうわけです。そしてその次はまたその次の世代の子供たちが受け継いできますから、横軸が自然であり、縦が先祖から自分、そして子孫にこう渡るものなんですね。この中に人間というのはあると。それをこう自覚するっていうのが日本なんですね。ですからこの自覚した形が神道、神様、日本の神様ですね。日本の神様っていうか日本の神道ですね。これは教えがないんですね。教祖がいないんです。教祖が誰だかわかんないから教えてくれないんですね。それから、経典もありません。こういうものをこう学んで聖書を学ぶとかそういうことはありません。それから戒律、必ず宗教って戒律があってこういうことしてはいけないっていう戒律があるんですが、戒律もありません。まあ宗教の三要素っていうのが、教祖、経典、戒律とこういうんですけど、これいずれもないんですね。ですから、まあ、いわゆる多神教でもないんですよ。多神教、まあ、多神教ですからね。やっぱり教えてもらうことが基本なんですね。これはヨーロッパの分類ですから、一神教、多神教という分類はあっても構わないんですけど、日本はもともと教えがない道徳なんですね。じゃあ、よく言うのは、例えば、お天道様の下では嘘をつかない。お天道様がなんか教えてくれるわけじゃなくて、お天道様がそういうことであるということでですね、自分の道徳を作っていくわけですね。だから日本人は泥棒も少ないし、職業を大切にしてみんなと一緒に暮らしていくっていう風になるわけですね。そうしますとね、日本の心の出来方の方が原始的だと思ってる人が多いんですよ。つまり何かキリスト教とか仏教とかイスラム教っていうのがあって、それを教えてもらってやると、だから日本はダメなんだなんていうね、ヨーロッパかぶりの人がいるんですけど、逆ですよね。結局どうしてその宗教っていうのが必要かって言ったら、やっぱり社会秩序が保ってるし、人間が人間としての気高さを持っているっていうことのために、まあ、教育とか宗教っていうのがあるわけですね。ところが日本は全くそういう考えじゃないんですよ。我々が住んでいる自然から学ぶ、我々を作ってくれた祖先から学ぶ、それで十分に人間というのは道徳心も枠し倫理も守れると、実際そうなんですね。もちろん先ほど10万人あたりの殺人者数を挙げましたけど、それ以外にもですね、例えばですね、徳川の末期に、まあ、ヨーロッパ人が随分日本に来たんですけど、一様に驚いてるわけです。日本の道徳の高さを驚いてるんですね。例えばどういうのかっていうと、川を渡す渡し船ですね。渡し船の船頭さんは、日本だけがと言われてますが、日本だけが、外人が来てもごまかさない。外人とは見ればわかりますからね、言葉も不自由ですから。まあ、普通は10銭で、渡してるのを、外人と思えば30銭というのは日本以外の他の国の常識である。そのくらいごまかす。だけど決して日本人はごまかさない。これ大したもんですね。それから、いつも私お話しますが、宿屋の女中さんがですね、一生懸命世話してくれたんで、感謝のつもりで、わずかな金子を包んでですね、チップとして渡そうと思ったら、女中さんが、私は自分のするべきことをしたんで、特にお金はいただくわけにはきませんとこう言ったわけですね。これも職業はですね、嘘をつかずに誠実にやると、それはまあヨーロッパなんかでは神の命じたというか神の元での職業という意識があるんですけどね、それよりかやっぱり日本の方がずっとずっと強いわけですね。それは教えてもらったものよりか自分で自覚したものの方が優れていると、まあ、いうことなんですね。それから教育もそうですね。日本では子供は神の子って子供同士で遊ばせて、教育をするのが基本。それからヨーロッパは先生が全然教育受けてない子供を鞭でぶつことによって野獣から人間というものに変わると。これが
まあ、ヨーロッパの、まあ、キリスト教の考え方ですね。イエス様がね、そうかっていうと、私なんか聖書を見て、そうも思わないんですけどね。まあ、イエス様自身が、大工さんの子供で、特に教育を受けてるわけでもないんですね。まあ、ちょっとどうかなと思いますが、まあ、一応そういう教育観というのを持っております。まあ、ことさようにですね、まあ、日本人が持っていた道徳というのは、江戸時代まで非常に高かったんですね。つまり日本の文明の方が道徳とか倫理とかいう意味では非常に高かったってことですね。例えば古代ギリシャにはソクラテス、プラトン、アリストテレスなんかがいてですね、今でも東京大学なんかで哲学っていうと、とか宗教っていうとギリシャの宗教とかキリスト教ですね。哲学ったらギリシャ、宗教ったらイエス様から始まったキリスト教ってことになっておりますが、その結果もたらされた宗教戦争とか、他国との間の戦争の数ですね。殺された人の数、社会の安全さ、すべてにおいて、日本の方がずっとすごいんですね。ということはどういうことか、逆に言えばですね、外国で行っていることを日本の道徳に照らして考えている人がいるんですけども、外国の方はですね、日本と同じような道徳観念を持っていません。まあ、そこをよくですね、理解するためには、僕がいつも推薦しているカミューの、異邦人という小説を読むとですね、まあ、短い小説ですが、まあ、そこではっきりとですね、ヨーロッパ人の道徳観というのが出ております。もうこれを比較しますと、ものすごく日本の方がレベルが高いんですが、私がちょっと心配しているのが、そのレベルの高い道徳を持った日本人がですね、レベルの低い、外国のやってることを日本人の道徳のレベルで考えるんですから、いろいろ間違いが生じる。この前の戦争が開始されたのもその誤解の一つですし、現在に至ってもウクライナ戦争なんかで多くの日本人が誤解しているのはですね、全世界の人が日本のような高い道徳概念を持ってるだろうと思うからでありまして、決してそうではないということをお話したいと思います。